ここに拳の気配を感じたんですね。先週4月3日の日に今季東京ドームで、ね、ジャイアンツ対阪神の、ね、初観戦行ってきたんですよ。で僕はもう大のジャイアンツファンで、それで知り合いがチケット手に入ったからあげるよっつってもらったんですけど、よく見たらね、これチケットっていうか引き換え券ってやつだったんですね。結構球場早く行かないと長蛇の列になって座席指定が間に合わないやつだったんですよ。で仕事した後にドーム行くからこれも絶対間に合わないなと思って、で案の定東京ドーム着いたらもう引き換え全て終わりましたってなってて、そうなるともうこれは立ち見のチケットに変わるわけですよ。で、後輩の億万っていうね、月刊ジャイアンツに連載してるぐらいジャイアンツのことが好きな芸人と2人で、まあ人生初の野球立ち見だななんて言いながら入ってって、すごいですね立ち見ってね。本当に外野スタンドのもう一番後ろのところにこうもう壁に寄りかかる感じでね、で目の前にはもう応援スタンバってる応援してる人がもうバーっているわけですよ。通路にだからもう20、30人人がいて、すっごい狭いのこの通路が、ここを平気でビールいかがですかって来るんですよ。ガンガン当たるのそのたんびに、すっげーと、これ9回裏まで見んのと思って、したら億万が、姉さんちょっと3階の裏で帰りましょうって言い出して、そしたら飲み行きましょうよって言うから、俺が億万に、いや億万1階の裏で帰ろうっつってこれさすがに耐えらんないよと思って、ですごいさ、立ち見席って毎日来てんですかね、あの人たちね、知り合いなんですよ、みんなこう一体が。ですっげえ仲良く喋ってて、点が入るたんびにハイタッチしたりとかグータッチしたりとかしてて、あ、みんな知り合いなんだと思ったら、急にここに拳の気配を感じたんですね。ふっとこう見たら、知らないおばちゃんがこうやってるんですよ。ね、みんなジャイアンツファン仲間みたいな感じで、そのおばちゃんに俺もグータッチこうやったりとかして、でいざ試合を、ね、まあ、見始めたら、丸岡本の連続ホームランとか、あとメルセデスっていうピッチャーがね、もう7回までほぼ完璧だったんですよ。で8回にちょっと点取られましたけど、で試合進行もすごく早くて、結局まあ最後まで見ちゃいましてね、途中から考えてみりゃさって、ライトスタンドって攻撃の時はみんな立ってるわけですよ、だから立ち見も一緒だよみたいになってって、もう立ち見にすっかり慣れちゃって、ドアただ立ち見もいいもんだなみたいな感じでもあれ阪神戦だったから立ち見で耐えられたんだと思うんですよね。あれヤクルトだったら無理でしょうね、絶対座ろうってなってましたね。